立候補したのは届け出順に無所属現職で立憲、国民、大地が推薦する秋元勝弘さん63歳と無所属新人で共産が推薦する渡辺達夫さん54歳です。これからも継続・発展をしていく道を選ぶのかあるいはここで停滞をして縮小していく道を選ぶのかリーダーシップに賭け 子育て福祉に冷たく、市民の声を聞かない姿勢、これが秋元姿勢。私は命、暮らしが一番の姿勢に変える。14日間の選挙戦、投開票は来月7日です。